頑張ってサキエさん。ほらもう少しですよ。はい、元気な女の子ですよ。ありがとうございます。私、横田茂と咲江の間に生まれた女の子。私はその子に恵みと名付けました。その時私たちが望んだことはほんの些細なことでした。人並みの幸せ。しかしさ、早く。はいはい、わかりましたよ。めぐみは私たちの愛情を受けてすくすく育っていきました。やがて双子の弟の拓也と哲也が生まれました。家族5人の小さいながらも幸せな日々。それは私たちの願い通りのものでした。しかしすでに運命の輪は動き出していたのです。私たち一家は私の仕事の関係で新潟県は新潟市水道町に引っ越しました。行ってきます。走ったら転ぶわよ。車にも気をつけなさい。オッケーオッケー。元気だね子供は。あら、めぐみちゃんは私はこたつで丸くなる。ふう。まったく。めぐみはバドミントン部に入り、友達にも恵まれ楽しい学園生活を送っていました。お父さん。うん。はい、お父さん、お誕生日おめでとう。わー、何何いいな。これからはおしゃれに気をつけてね、お父さん。ありがとう。そして次の日。おはよう、お父さん。うん、おはよう。ヨコ、おはよう。あ、ツボが来た。お母さん、行ってきます。お父さん、行ってくるね。うん、ああ。めぐみちゃん、ん？今は暖かいけど夕方は寒いわよきっと。コート持ってったら。あー、どうしよっかなあ。今日はいいわ、置いてく。じゃあ行ってくるね。はい、行ってらっしゃい。気をつけてな。ごめんね、待たせちゃって。うん。それが私たちが娘を、めぐみを見た最後だったのです。ああ、よかった。めぐみちゃんまだバドミントンの練習やってたんだ。ここまで来たんだから。バドミントン部じゃない。めぐみちゃん。ちょっと。ああ、ちょうどよかった。すみません。体育館でバドミントンをしていた生徒たちは帰りましたか？ああ、もうとっくに帰りましたよ。6時過ぎにくらいだったかな。怖いよ。やだよ。お母さん、帰ろうよ。はい。ああ、私だけど。お父さん、すぐに帰ってきて。め
んがまだ戻ってこないの。それはおかしいな。わかった、すぐ帰る。めぐみ、めぐみ、めぐみ、めぐみ。その日、13年前に私の願ったほんの小さな望み、家族みんなで幸せに暮らすという夢は砕け散ったのです。そしてめぐみは北朝鮮の工作船に乗せられ拉致されていたのです。その日から私たちの時間は止まってしまったのです。それが再び動き出したのは大韓航空機爆破事件の容疑者キムヒョンヒの証言で、リ・ウネという日本人女性が関わっていることが明らかになり、北朝鮮が日本人を拉致している事実が判明したのです。はい、横田です。めぐみが、めぐみが北朝鮮で生きている。めぐみの他にも北朝鮮に拉致されている人たちがいることを知りました。そして私たちは拉致された人たちを救い出すための活動を始めたのです。でもその道は辛く厳しいものでした。私たちは今から20年前に北朝鮮に拉致された横田めぐみの親です。私たちは北朝鮮に住む一般市民の人たちを憎んだり恨んだりしているわけではありません。ただ親として今も北朝鮮に囚われの身となっている娘を助け出したいだけなのです。お願いします、お願いします、お願いします、お願いします。政府の中にもたった10人余りの失踪者のせいで日本と北朝鮮が友好関係を築けなくなっていいのかという声があり、私たちの必死の活動も虚しく、国は動いてくれませんでした。そしてそのまま5年の月日が流れてしまったのです。しかしその日訪朝した小泉首相との第1回日朝首脳会談において、北朝鮮のキム・ジョンイル国防委員長は長年否定していた日本人拉致を初めて認めて謝罪したのです。その内容は5人生存、8人死亡、2人は北朝鮮に入っていないというものでした。めぐみが死亡、めぐみが、あなた横田めぐみの母です。あの国のことですから、何か一生懸命に仕事をさせられてるものは簡単に出せないということだろうと私は思っております。絶対にこの何もない、いつ死んだかどうかもわからないようなこと、信じることはできません。そしてこれまで長い間放置されてきた
日本の若者たちのことを本当に真心を持って報道してください。日本の国のために犠牲になって苦しみ、また亡くなったかもしれない彼らの心の内を思ってください。私たちが一生懸命力を合わせて戦ってきたこのことが政治の中の大変な問題であることを暴露しました。このことは日本にとっても北朝鮮にとっても大事なことです。そのことのためにめぐみは犠牲になり、また使命を果たしたのではないかと私は信じています。いずれ人は皆死んでいきます。本当に濃厚な足跡を残していったのではないかと私はそう思うことで、これからも頑張って皆様と共に戦ってまいります。めぐみのことを愛してくださって、いつもいつも取材してくださった皆様に、また祈ってくださった皆様に心から感謝いたします。まだ生きていることを信じ続けて戦ってまいります。ありがとうございます。めぐみさんの遺骨として北朝鮮から提出されたものです。これがめぐみの遺骨？こんなものを私たちはめぐみちゃんのものだと思っていません。絶対違います。ちゃんと鑑定をお願いします。わかりました。ところでこういうものも預かってきているのです。これはめぐみちゃん。めぐみちゃん、こんなところにいたのね。まだ助けてあげられなくてごめんね。探してあげられなくてごめんなさいね、めぐみちゃん。その後、鑑定の結果、めぐみの遺骨として北朝鮮から提出された骨の一部から、めぐみのものとは異なる DNA が検出されました。今見ても、新潟の海は怖いわ。そうだね。必ずめぐみちゃんを助け出しましょうね。そうだね。でも私たちだけでできることには限界がある。もっともっとたくさんの人たちの手を借りないと。めぐみが帰ってきたら今の新しい日本を見せてあげたい。私は広い草原に二人で寝転んで空を見つめていたい。どうか皆さん、もう二度と起きてはならない拉致という自由を奪う行為を忘れないでください。現在日本政府は北朝鮮に拉致された被害者として17名を認定しているが、そのうち帰国できたのはわずか5名。日本政府は残された12名の他にも、さらに北朝鮮による拉致の可能性が排除できない人がいるとみて調査・捜査を続けている。拉致問題は日本人の生命や安全を脅かす重大な人権問題であり、日本政府は拉致問題対策本部を中心として北朝鮮に対し、すべての拉致被害者を一刻も早く帰国させるように強く求めている。